はい、わっしょい、やっちゃんねるです。前回に続き、このまたバイクということで、今日は、ディスクローター、まあ、今更なんですけど、トレンチカットのやつ、をつけていく動画をやりたいと思います。最初ね、まあ、足元ね、芝生で悪いんで、センタースタンドつけようかなと思ったんですけど、マフラーまた外さなきゃならないので、今回は、まあ、あるものでやっていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。フロント上げてタイヤ回るようにしますね。Thank you.
てなわけでね、もう完全に横着な仕事なんですけど、とりあえずフロントタイヤ外しましたね。本当はね、こんなやり方しないでね、ちゃんと足元いいとこでバイクのリフトとかなんかでやればいいんでしょうけど、まあ、なんせね、横着なんで自分がこんな感じで外しました。でね、はい、ディスク板の方こっちと交換していきたいと思います。てな感じでね、両方のディスク板交換しましたね。こんな感じで、よし。でまたこれをつけていきたいと思います。
じゃあね、ビスク版トレンチカットのやつの方に交換してみたっていう動画になります。今後もしもまあ結構ね、まあ見てくれてる人がいるみたいなので、今後なんかまた違うことやっていきたいなと思います。なんかあればね、コメント欄からもらえれば、はい、それにできるかどうかわかんないですけど、まあはい、やっていきたいと思うので、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。